まあ、ここ3シーズンで見てみましても川崎はここ過去2シーズン、昨シーズン、一昨シーズンに比べて直接行きました。狙いましたね。はい、もうタラテップから縦へというところ、こぼれますが、もう一度タラテップ拾って、また縦に、そして遠野がターンをする。こぼれているボール、タラテップ倒れるが、ファイファール出し、そして立花だ。ここはキーパー触りました。中野のセーブでコーナーキック、青木がもらいに行って、アラのワンタッチで縦に、これが興梠に入る。そして駒井、さあ小前にまたボールが入って、小前から中へのボール、うん、流れていってシュートー、きたー、青木が決めました。先制札幌。まあ、でも動きを止めずに、まあ、大島の足か、まあ、青木は動き止めませんでしたし、まあ、冷静にアクションし続けて反応して最後振ったと思いますね。はい、まあ、チョン・ソンロンの動きもしっかり見て逆サイド、まあ、良いゴールだったと思いますね。ここですね、見事ですね。はい、ここは立花だ、カット、ドライ、拍手。さあ、そして遠野から中へのボール、大島から、ここは知念、前を向く。さあ、こぼれたところに家中だ。追いつきました、ホーム川崎フロンターレ。これに対して家中が反応しましたし、まあ、最後宮澤がついてて、宮澤が触ってますもんね。そこに対して家中がしっかり反応して、シュートまでのしっかりイメージを持ちながら、まあ、この局面を決め切ると。見事ですよね、キーパーの中野。川崎の方は相当意識してるはずですね。もうワンタッチで家永、そして遠野が持っていってのシュート、強烈、ナイスキーパーです中野。2本続きましたからね。はい、はい、自分の形で。さあ、フリーキックは木坂から巻いていくの、面白い、こぼれているがヒールでは押し込めない。まだある、このシュート押し込めない、このブロック。最後は大島のシュート。まず鋭いボールがやっぱりボックス内に入ってきて、そのセカンドボールに対して小林優が反応して、うん、はい、まあ、よりアウェーサポーターの前でのこのコーナーキック、中央へヘッドが来た、アラノだ。福森の左足、コーナーキックにしっかりと合わせましたアラノ。再び札幌が1点リード、サポーターの前で決めました。オンピシャキックの質、まあ、コース、速さ、もうパーフェクトだと思います。でそこに対して新野もしっかり当てましたし、まあ、脇坂が少し前でかぶってしまったんですよね。まあ、それでも目線に入ったと思いますけども。山根に渡して右に流れていく家永です。家永から脇坂からチャラティップ入っていく、そしてボレーだー、来たー、言おうとしたところから始まりましたね。まあ、狭い局面、少し、まあ、ラッキーなボールですけども難しいボールですよ。浮いたボールのバイシクル、もう見事ですね。まあ、狙ったと思いますし、まあ、浮いた瞬間からおそらくイメージは持ってたと思う。で渡すことによってやっぱり相手もグッと引っ張られますから。さあ、プレスをかけてマルシーニョ、マイボール、そしてレアンドロ・ダミアン、ここに家中だ、右足ブロック、こうして押し込んだ、最後は小林。前から追う、まずダミアンが2度追い、3度追い、そこに対してマルシーニョにとってここでも反応して、また反応ですよね。まあ、そこに後ろの選手たちもしっかり反応して入ったボールに対して、今谷口がしっかりボール奪いましたけど、はい、おっとこれが小林の元に行ってしまったかで、まだマイボールだ小林。そして中に家永入っていく、家永持っていく、家永右足、すごい追加点です。家永も今日自身2得点、これで4対2、突き放します川崎フロンターレ。さすが王者。どうですかね、またですかね。だからここからやっぱりしっかりサポートに入って、クッとファーストタッチで外して、まあ、足伸ばしたところですよね。まあ、キーパーの動きしっかり見ながら、一つ外して、見て、これだけ時間を与えたら、福森のこのキック、こぼれて、惜しくも、ナイスキーパー、チョン・ソンリョン、そして清水、浮かしてクリア、
変えます。ダミアンがしっかりコース規制しながら、はい、減らせてるんですよね。では先ほどのシーン、まあ、ナイスキーパーですね。福森のこのキック、ここは谷口が跳ね返していく。そしてマルシーニョ、キーパー前に出ていますが、はい、さあマルシーニョそのまま運ぶ、持っていく、自分で行く、まだ持っていく、持っていって切り返して、そしてシュートだ、来た、仕上げの得点です。試合を決定づける得点が入りました。マルシーニョ、まあ、札幌のボールから始まりましたけどね、まあ、クリアボールに対してマルシーニョ反応して、もう前にスペース、大きなスペースありましたから、まあ、運び方も非常に上手でしたし、コース取りもうまかった。速さ、うまさ、最後は冷静に流れの動きを見て流し込んだって感じですかね。このファーストタッチも見事でした。菅の前にしっかり入って運びながら飛び込んでくる福森の動きも見て、最後は外してシュートまで、とチームのためみたいな動きも見せながら、やっぱ最後サッカーの神様がいるのであれば、彼の場所にしっかりスペースと時間を与えましたね。見事なゴールでした。今季自身 J1 4得点目になりますマルシーニョです。さあ、そしてここで試合終了の笛が吹かれました。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications